ミステリアスな愉快で洞窟体験、うわー、きれい、どんな出会いがあるのか、ワクワク、よいしょー、これすごいです。目に吸い込まれていきそうなぐらい、この絵にある塔と同じだ。さあ、海外の旅、はい、旅をしてくれたのは旅サラダガールズ熊澤恵梨子ちゃんだけど、ミポリン、そばよっぽど気に入ったんだぞこれ。ずっと食べてらっしゃいます。今詐欺に来たら嫌だって言った。熊澤オランダを紹介したからそば詐欺に来たら嫌だ。もうおそばじゃなくてオランダでよろしくお願いします。さあ、恵梨子ちゃん、はい、今回は、はい、オランダに行ってきたんですけれども、うん、オランダの古都デルフトに行ってきました。はい、これそして今回の目的なんですけれども、謎の画家フェルメールの秘密を探りたいです。うん、フェルメールね、はい、フェルメールご存知ですか。今だって今度あの日本今ね、今日からかな。あ、そうなんです、はい、今日からフェルメールが、はい、京都に見たい見たい、はい、来るんですけれども、ミポリン食べてていいかな、はい、いいですか、フェルメールですよ今、はい、そしてフェルメールなんですけれども、デルフト出身なんです。はい、はい、でこのデルフトの眺望という有名な作品を描いているんですけれども、実際に存在するんです、この風景の場所が、はい、今も存在するんです。私は今回この場所を訪れに行ってきたんですけれども、本当になんか心が柔らかくなるね、絵が、そうですね、もう柔らかい綺麗な光の絵がたくさんあるんですけれども、はい、ではどうぞどうぞ今回はオランダの古都デルフトで謎の画家フェルメールの秘密を探ります。デルフトに到着、街の広場にやってきました。かわいい街並みですね。うわ、作ったみたいな感じ、素敵な教会、教会なんだこれ。重厚な建物ですね。金がすごい、すごい金、はい、地上108メートルの高さを誇る新教会、画家フェルメールが洗礼を受けた教会として知られています。ここに来たなら鐘楼に登ることをお勧めします。登れるの、こんにちは、あの塔の上に登りたいんですけれども。 Yes, of course.アシュビリフィルステイさん、ここでコインを購入してゲートを通ると奥に鐘楼に通じる階段があります。うわぁ、階段すごい、どうやって行くの、狭い階段ですね、すごい横幅が狭いから一人しか通れないですね。階段か、ね、あら、わぁ、こっからさらに狭い、エレベーターが通って天井に頭がついちゃいそう。気をつけて、ここ、うん、この階段356段も続きます。疲れさ、生きねえんだ、頑張ります。登り続けることおよそ15分、ついに光が差してきました。あ、ここかな、光がここで出て安心するね。おお、どこまで上がったの、すごい、高い、きなり高い、すごい、屋根の色がみんなオレンジで、ここでフェルメールは生まれたんですね。これがオランダが世界に誇る画家フェルメールのふるさと、デルフトの街並みです。彼が残した作品はわずか30数点、そのすべてがこの街で描かれたと言われています。デンハーグにあるマウリッツハウス王立美術館にフェルメールの代表作が展示されています。ここにあるんだ、わあ、ありました、これがあの有名な絵です。え、こんな近くで見られちゃうの、なんか絵に吸い込まれていきそうなぐらい美しくて目が離せないですね。
17世紀の画家ヨハネス・フェルメール。大変謎の多い画家として知られていて、彼の肖像画も残っていません。人々を魅了してきた名画はどのように生み出されたのか、その秘密に迫ろうとオランダ・デルフトには世界中からたくさんのフェルメールファンが訪れます。デルフトに残る彼の足跡をたどるため、まずやってきたのは新教会のすぐそばにあるフェルメールセンターです。あのフェルメールにまつわる、スポットを探しているんですけれども、何かおすすめの場所ありますか？Nou, ik heb een folder met alle plekken waar Vermeer heeft gewoond en geschilderd. Oh, 地図になってるんですね。あれで日本語が通じてる。地図には作品の舞台になった場所や生誕の地などフェルメールにまつわるポイントが記されています。この地図によると小道の絵のポイントになった場所がもうこの辺のはずなんですよね。たった2点しかない風景画の一つ、小道。そこにはデルフトの街並みが描かれていると言われています。生活してるみたい。小道の絵のポイントはちょっとはっきり見えない。ちょっとボケたって感じなんだよね。これかな。あれ、このドアのアーチの形とか屋根の形が似てますね。ドアの位置、そして屋根の形が小道の絵と重なります。横が空いてる。フェルメールの絵は実物と想像を織り交ぜたものが多く、モデルとなった場所は複数あると言われています。フェルメールはこの場所を見て小道の絵を描いてたんですかね。作っちゃったね。わあ、すごい。絵の中にいるみたい。デルフトを歩けば、そんな光景にたくさん出会うことができます。その一つがこの歴史ある市庁舎。わあ、重厚な造りですね。あ、見て。この床もタイルがフェルメールの絵にすっごく似てます。このタイル、作品にたびたび登場する白と黒のタイルに似ていませんか？視聴者のタイルは17世紀から残るもの。もしかしたらフェルメールもここに来て絵を描いていたのかもしれませんよ。絵みたいな。ね、庁舎を後に今度は生誕の地を探すことにしました。この辺だと思うんだけど、どこだろう。Hello. Oh, hello. Hello. Zoek je het huis van Vermeer toevallig? Ah, zo dus. Oké, nou ja, dan moet je hier binnenkomen. Hier is Vermeer geboren, dus als je komt kijken, dan is hij binnen. Kom verder. Eh, 本当ですか？ここですか？ここがフェルメールが生まれたとされるお家みたいです。現在は親切なご主人がアンティークショップを営んでいますが、店内にはフェルメールが暮らしていた当時のものがそのまま残っているそうです。Here's a... 壁、わあ、すごい。 Here heeft Vermeer zijn 17e-eeuwse muur, een stookplaat zat. Dus vroeger hebben ze hier eten gekookt. En heeft Vermeer hier als een klein kind heeft hij gespeeld met allemaal knikkertjes en wat anders. En heeft hij zijn handen gewarmd.じゃあフェルメールはもしかしたらこの壁の前に立っていたかもしれないんですね。この古い壁以外にご主人がもう一つ面白いものを見せてくれました。それはこのフェルメールの代表作に描かれているもの。Schilderij hier van Vermeer. Ja, この絵の中にあるタイルと同じですね。17世紀、この家で使われていたというタイル。よく見ると、牛乳を注いでいる女性の後ろの壁に描かれています。そして、この古い食器。これも作品の中に登場するものなんですよ。すごい。
Daar schonken ze zo de melk uit en om te koken. Dus dit is het. Wauw, konna e to mattaku onnaji mono ga ima mo mada nokotteru in desu ne. Dat hij ergens op zoek geweest is en dat hij dus hier melk uit gedronken heeft. Nanka chissai Vermeer ga tsukatteta kamoshirenai mono me no mae ni ite miru to sugoku shinkinkan ga waite kimasu. Ja, maar het is wel zo. 町の人たちがフェルメールを愛しているのが伝わってきます。ここでちょこっとガイド。フェルメールと同時期にデルフトで生まれ世界的に有名になったものがあります。もの見てください、青とブルーの色がすっごく綺麗。17世紀にこの町で誕生したデルフト焼き。食器や花瓶だけでなく壁を彩るタイルまであらゆるものが作られています。当時から残る工場は2軒だけ。今も職人さんによる手作業で生み出されます。こちらでは製作現場を見学することもできるんですよ。さらにはこんな対策も。あ、これはフェルメールの小道の絵じゃないですか。こんなところにまでフェルメールの絵があるんですね。タイルに描いてるんだ。この町にとってやっぱりフェルメールの存在は偉大なんですね。中世からの伝統が守られているデルフトには当時のスタイルで食事ができる面白いレストランがあります。16世紀の建物をそのまま生かしたこちらでは食器や内装だけでなく料理や食べ方まで中世を忠実に再現しています。あ、来た来た、お兄さんの服装かわいいですね。わあ、おいしそう。 That is a middle-aged gerecht. こちらの名物料理、豚肉のマスタードソースにスペアリブ、チリソースで絡めた鶏肉が豪快に盛られています。ところで、あのナイフとフォークがないんですけど、私これナイフとフォーク。Ja, het is een middeleeuws restaurant en we eten hier met onze 10 geboden. 一番いいかもね。手で食べるんですか？手で食べたい。当時はお肉料理も手で食べていたそうです。すごいね。私も中世スタイルでいただいてみました。いいよ、くまえりちゃん。子供も喜びちゃう。うんうん。おいしい。すごく柔らかいですね。このマスタードソースは豚肉とよく合いますね。中世の人は豪快にお食事をしてたんですね。なんか野生に帰ったような気がします。皆さんも古都デルフトに来たらぜひ中世の食事を楽しんでみてください。 GM の後、いよいよあのデルフトの眺望を見つけます。うわー、すごい。オランダの古都デルフトには今も中世の美しい街並みが残っています。ほんと小道が多いんだ。わあ、かわいいな。ちょっと路地入ったらまた全然印象が違うんですね。あら、お花もすごく綺麗。フェルメールのイメージが強かったけど、街自体がすごく魅力的だからたくさんの人がこの場所を訪れるんですね。そんなデルフトの可愛らしい建物とフェルメールの魅力を兼ね備えたようなホテルがあります。わ、可愛い。物語にでも出てきそうなホテルですね。ホテル・デ・エマウスポールとはデルフトの伝統的な家屋を使用したアットホームなホテルです。ここにフェルメール好きにはたまらないお部屋があるんですよ。Hier is de kamer. De kamer van Jan Vermeer. Ah, 本当だ、ここ。フェルメールの部屋って書いてあります。わー、楽しみ。Okay, gaat u naar binnen? うわー、すごい豪華なお部屋。わ、フェルメールの絵が、あ、これもこれも。すごい、所狭しといっぱいありますね。17,300円。
壁にはフェルメールの作品のレプリカが21点も飾られ、床は彼の作品によく登場するタイルをイメージしています。こんな素敵なお部屋だったらお客さん喜ぶんじゃないですか。Veel internationale gasten van alle landen uit de wereld komen hier naartoe om speciaal in deze kamer te mensen kunnen hier gaan slapen en dromen van Vermeer. 本当ですよね。謎の画家ヨハネス・フェルメールが残した作品は全部で30数点、その中でも多くの画家に影響を与え多くの人たちに愛されてきた絵があります。デルフトの眺望、たった2点だけ残っている風景画の一つです。この風景を求めて世界各地から旅人がデルフトを訪れます。あっ、あった、あれ見て、デルフトの眺望に出てくる2つの塔に似てませんか。場所はちょっと違う気がするんだけど、フェルメールが生きていた頃この東門と同じような水門が東西南北にあったそうです。だんだんデルフトの眺望の絵に近づいてきてるような気がします。奥に教会がある。地図によると東門から運河を南西方向にたどるとデルフトの眺望ポイントが記されています。期待を胸に運河沿いを進みます。これ楽しいだろうな、歩きながら。地図も可愛らしい。もうこの辺りのはずなんですけど、地図によると、え？あれ？これ、あの遠くに見える高い塔って、そうだそうだ、この絵にある塔と同じだ。あった。ああ、すごい。ここがデルフトの眺望を描いた場所。古い建物が描かれているものと重なります。400年前フェルメールはここからの風景を見ていたんですね。今フェルメールがいたのと同じ場所に立っていると思うとデルフトに来た甲斐がありますね。フェルメールが愛し生涯を過ごしたデルフト、ここに立つとその気持ちが分かるような気がします。そうか、フェルメールって江戸時代の人だったんだ。そうですね、400年前です。それがあのままっていうか本当に残ってるっていうの、やっぱり石の建造物ってすごいってことだよね。あの部屋もすごいね、ホテルの楽しい、すごい可愛らしい部屋だったんですけれども、もう所狭しとフェルメールの絵がいろんなところに置いてあって、あれ最初にさ、フェルメールセンター行ってたじゃない、はい、でこれ絵があるじゃない、あれ本物でしょ。あ、フェルメールセンターの絵はレプリカなんですけど、だからあの近くで見れるんですね。はい、そうなんです。びっくりした。でもあの真珠の耳飾りを私が見に行っていたのは本物の、あれこんな近くで見れるの、はい、見に行きました。もうすごい至近距離で。心ない人が手触れちゃったらどうするの。手を触れるとさすがにあの係員の方に怒られたんですけれど、でもなんかこう柵とかカラスとかそういうの作らないんですね。それにびっくりした。すごい。だからよっぽど絵を保存するのにいい状態の空気なんだろうね。確かに鳥肌立っちゃったね。これだけ時を超えてね、でも街全体がもうフェルメールをこう愛してる、ね、残し方をしてますよね。さっきさんの美香ちゃんもしたけど地図が可愛いよね。そうですね、見ながらこうやって歩いていくの楽しい。まあ、楽しいです。至る所に、本当街の至る所にフェルメールの足跡が残っているので、最後にここもかな、ここもかなって風景見つけた時にちょっともううーってなるよ、ね、そうなんですね。感動するよ。もう本当にこの絵が実際に存在するんだっていうのが、ね、もうやっぱり目の前にするとすっごい感動するんですよね。自分と同じところにフェルメールが立ってたと思うとね。そうなんです。でたまたま私がいた
時間帯がこう曇りから晴れに変わってくる時間帯で、うん、もう全く同じような空の色だったんですね。光の見え方も同じような感じで本当に感動しました。なんかちょっとあのドキッとしていい雰囲気で終わりましたね最後ね。いやでもいい旅だね。そうですね、楽しい。あの、えいちゃんありがとうございました。ありがとうございました、はい、さあここでですね素敵なお知らせがあります。